はい、こんにちは、中本白秋です。今回はですね、小筆についてご紹介してみましょう。国産の筆にはこのようにいろんな筆があり、また陶筆もこのような豊かな筆が用意されてますね。陶筆は中国で製作されておりますので、本来漢字向けに作られております。今回はですね、小筆の選び方について皆さんにご紹介していきたいと思います。小筆はここにご覧いただいてますように、この穂先の部分から、そしてこの辺りを喉と言います。そしてこの腹の部分、そして筆の腰ですね、そして筆管になっていきます。この穂の部分のですね、形状によっていろんな名前の付け方がされております。鼻によく使われるこちらが流用筆、喉腹の部分に膨らみがございます。形が柳の葉に似てついた名前です。のぞきに適切な太さが、弾力とともに殻独特の丸みのある繊維質の表現に向き、強弱の変化もつきやすく、大変人気のある筆です。玉泉堂さんの人気のある流用筆の代表的な3本をここに紹介します。主な筆に玉穂、つくし、西遊などがあります。皆さんにはですね、最初はこちらに紹介してますこの西遊、こちらを使ってみてください。どの筆も穂先が整い、大変良い筆ですけれども、西遊は穂の長さ、筆管の大きさも程よい大きさで書きやすい筆です。今度は面相筆についてご紹介しましょう。面相筆は穂先の尖った非常に書きやすい筆ですけれども、ポイントは喉、腹の部分のですね、腰の強さの感触が非常に大切です。ここを考えて選択する必要があります。玉泉堂さんの面相筆はちょうど面相の特徴と流用筆の特徴を兼ね備えた大変書きやすい筆に作られております。これが特徴ですね。小筆を求めになる方は、まず最初青柳をお使いいただいて、少し慣れてきましたら面相筆の西行か朝露をお求めになるのもいい方法ですね。良い文房手法を使いますと、楽しく書の学習ができるものです。先に紹介の私愛用の長方形針と合わせて、こちらの小筆を使ってみてはいかがですか。ここでちょっと玉泉堂さんのご紹介をしますと、明治昭和と活躍のよさのあっこ愛用の面相筆、長井家風、斎藤茂吉、北良白秋も使用してたと言われる流用筆など、著名作家の人たちがたくさん通われたお店です。また文人たちの好みに合わせて作られた特注品の筆も陳列、そして商品としても販売されております。明治の時代から活躍の文人や書家が通われたこちらの玉泉堂さんに一度立ち寄ってはいかがですか。こちらの欅製の大看板は、明覚門下四天王として大正から昭和初期の書道界に大きな足跡を残した丹羽快覚の書です。以上、小筆のご紹介をいたしました。これで終わります。